まあこうなっとるわけです。もう、はい、もうこれでいいですね。はい、どうも、ヨヨヨさん、キリスです。はい、ということでですね、今回はですね、コラボ動画でございます。何のコラボかというと、こちらのですね、皆さん見たことありませんか、これ。まあ、僕のチームもずっとこれだったんですけども、塩事業センター担当のですね、コラボでございます。だから今回ね、お塩絶対に使う調味料ですね、塩ひとふりっていうですね、こちらのコラボでございます。これね、画期的なの。これ何が画期的かっていうとね、こう振るじゃないですか。振ると 0.3g ずつ出るっていうようなボトルなんですね。だから塩をね、振りすぎないで、分量が細かく分かるっていう便利なボトルをね、最大限に生かした使い方をですね、僕のレシピに載せてね、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。で、今回ですね、お塩で味を決めるですね、料理にしたいと思いまして、この鶏胸肉、このやり方で絶対に食べてほしい。鶏胸肉の防ぎでございます。しかもですね、鶏胸肉って下処理をしないと硬かったりとかパサついちゃったりとかするじゃないですか。これね、鶏胸肉が一番美味しく食べられるやり方なんで、これはこれを焼いていきます。で、コンソメバターソースを作るんで、コンソメとバターですね。そしてこちらの塩一振りでございます。今回はね、塩の分量がもう一番重要になってきます。なので、こちらの塩一振りの力を借ります。いつもね、僕も 0. 何グラムとか測ってたんですけども、これ使うとね、振るだけで分量分かっちゃうんで、今回ね、これ最大限に活かしたやり方やっていきたい。で、この塩一振り、これを使ってレシピを作っていくんですけども、まあその前に、これ一番役に立つんじゃないかっていうちょっとライフハックをね、皆さんにお教えしたいと思います。皆さん、これ何だと思いますか？これね、日本酒です。僕の大好きなね、僕日本酒が一番好きなんですけども、まずこれを用意してください。まだ飲んじゃダメです、皆さん。これをおもむろに、はい、これで 0.3g、 はい、そしてやっぱさ、日本酒ね、塩だよね。もうこの飲み方も俺大好きすぎて、ただこれやりすぎるとやっぱ塩分ね、取りすぎちゃったりもするんで、そういう時に 0.3g ずつ舐めれば塩分管理がめちゃめちゃはかどるっていう、もうね、この使い方ですよ。これはもうこのためにあるって言っても過言じゃない。日本酒を塩でやるときはぜひこの塩一振りで塩分管理をしながらね、飲みましょう。やっていいですか？やっちゃおう。胸肉1枚ですね。これね、冷蔵庫から出して、まあもう全然立ってないので冷たいんですよ、これ。冷たいお肉なんで、こいつはですね、一度常温に戻したいんですね。なので、その常温に戻すために、まあ、どうするかっていうと、まあ何でもいいです、お皿でもいいんで、こういうの入れてラップもしましょう。常温に戻すって言って、室温で置いておくとなんか1時間とかかかっちゃうんですよ。それを早めるやり方です。ラップしていただいて10秒ずつ加熱していくんですね。これね、10秒ずつ何回か繰り返すんですけども、これを一気に30秒とかやっちゃうと肉の中に火が通っちゃうので、ちょっとずつやってください。1回ずつ肉の温度を確かめる。大体ね、体温と同じぐらいになったらもう常温になってますんで、まあ、体温よりちょっと低いぐらいかな。ほら、ためになるね、えためになるね、この動画は。皆さん、効果あるじゃないですか。で、これでブスブスね、刺していきます。中に火が通りやすくするっていうのもあるんですけども、お塩がね、染みやすくなるっていうところもあるんで、ブスブスね、刺してあげてください。で、僕はもう慣れてるんでこのままやってますけど、テーブルを傷つけるあれもあるんで、まな板は引いといた方がいいですね。僕はもう訓練されてるんで大丈夫です。はい、こんな感じですね。そしたらもうここでこの塩ひと振りの出番です。まずね、この胸肉のステーキ、僕はね、下味をしっかりつけていくんですけども、大体ね、お肉の下味っていうのはね、 0.8% ぐらいが一番美味しいっていう風に言われてるんですよ。まあ、ちょっと薄味にするんだったら 0.7 とか 0.6 とかでもいいんですけども、そんな時にこの塩ひと振りですよ。これ 0.3g ずつ出るってめちゃめちゃ好き。なんでかっていうと、 300g の 0.8g っていうのは、2.4g ですね。だからこれを8振りすると 2.4g になるんですよ。じゃあいきますよ。はい、1振り2振り3振り5振り、6振り、裏もやっていこう、7振り、8振り、これで 0.8% の塩分がバッチリ決まっちゃうわけですね。はい、ということでですね、塩すり込みました。で、この状態で
この状態でですね、こういうまあタッパー、まあまあまあお皿とかでもいいんですけども、耐熱容器に入れて、まあラップをかけて、ラップをねしてください。ラップをするとね、熱の対流が起きますんで、熱が通りやすくなります。常温に戻した 300g のお肉ですよ。600ワット3分20秒あって、そのまま庫内でですね5分間休ませます。500ワットだと3分50秒ぐらいかな。はい、いいって言ったんですけども、このね、電子レンジの庫内は今すごくねあったかい状態になってます。この状態でさらに5分置くことによってですね、この鶏肉の内部に熱がじわじわじわっとですね入って、非常に柔らかいね鶏胸肉なんで、この状態開けちゃダメです。開けると熱逃げますからね、開けちゃダメです。ピーってなったらもうこのまんまで5分。はい、じゃあお肉取り出してみましょう。まあこんな感じ、まあこうなっとるわけです。もうほぼね火入ってんぞこれ。どうやって火取ったかなって確認するかっていうと、こうやった時にブヨブヨってしてなければ大丈夫です。でこいつをですね今焼いてくんですよ。これね、ステーキはねやっぱね焦げの香りが欲しいんですね。これね必ず強火でやってください。もう中まで火が通ってるんで、これ以上火通さなくていいんですよ。周りだけ焼いていく感じ、皮目から焼いていきましょう。でもね、基本的には、ね、皮目をね、ジューッと焼いた方がいい。もうこれでいいです、ね。そしたらお皿に持っていきます。焼けたんで持っていきます。まあ、これだけだとちょっと寂しいので、ちょっとベビーリーフをね。やっぱね、皮の焼けた香りっていいですよね。で、これだけでも美味しいんですけども、ちょっとね、これはね、置いといて、一瞬でソースを作っていきます。ここにバターを入れます。はい、今回ね焦がしバターのソース作っていきます。強火でまずバターを少しね焦がすんですね。でね茶色くなってくるじゃないですか、これぐらいの茶色さです。そしたら火弱めてください。火弱めて、ここに、さっきの、鶏の蒸し汁、ね、これね入れていきます。ちょっとね冷ました方がいいです。これ入れていきます。ここにコンソメ焦がし半分だけ、これ入れていきます。このソースもうね最高のソースですから、先ほどのステーキにかけて仕上げます。じゃあこちらが鶏胸肉のステーキ、ブールノワゼットソース完成でございます。はい、ではできました。いただきます。人生にうまい。これ胸肉さ、こんな柔らかくしちゃダメでしょ。これもも肉売れなくなんぞこれ。でソースはね、今回焦がしバターソースっていうのを使ったんですけども、何でもいいです。市販のソースが使っていただいてもいいです。一番重要なのはこれだけ熱いお肉なので、ブスブスさしてこの 0.8% の塩で味をつけるっていうのが非常に重要です。うん、ということで今日の龍二劇場はいかがでしたでしょうか。皆さん役に立つことしか言ってないということでですね、こちらの塩一振りちゃんと 0. 何グラムまで計算していただいて、最高のステーキ一緒に食べましょう。はい、それではですね、やっと長い長い飲酒パートが終わりましたんで、本題の料理パートに、まあ最近どっちが本題か分かんなくなってきてるんですけども、料理パートに行っていきたいと思います。